今回はヤグラのショッツルとアンチョビね。行こう。ヤグラのショッツルとアンチョビ。ヤグラのショッツルとアンチョビか。あ、いけるかな。ちょっとまたヤグラなので、とりあえずは、ノバネオゾンビで。行こうかなと。さあ行こう。行くぞ。ああやば。サボった。こっちに飛んで先回ってくれてんな。お、ナイス。あー、いけ。そこに来ちゃうか。これついてたらとりあえず無理だからな。ここなんかおるな。おっと、危ない。よし。行ってないんだよね。あ、行った。オッケー。いや、前出てほしいな。え、てか無理無理。誰もいないと無理。よし、進んだね。オッケー。そこ飛んで、あー、うっそ、いくね。これは飛ぶ。うわ、あー、終わった。まあ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 、いいか。8まで行けばいいよね。合流し成功。やばい。ダイナモ、あー、ミスった。向こう狙い続けるべきだった。あー、全身だ。うわー、やりよるわ。ここ上がられるときつい。左からダイナモ。うわー、来るか。そこに来ちゃうか。さすがに8は強いな。ん？おるよね。あぶね。
よいしょ。あー、危ない。あれに、ヤグラに打っちゃったよ。もったいな。2キル受け取ったね、今の。終わった。オッケー。ああ。いけるいける。まあでも今みんなで行ったけ、よかったね。どんな感じ？15か。まあまあやな。まあまあやな。よし。ノバネオは、キルは取りやすいね。よいしょ。しかも乗りやすいと。熱いね。コメント。なおさんこんばんは。こんな早く来れたの初めて。おお、ありがとう。あんこちゃん、おばんどす、こんばんは。バミスさん、5時完了、先ほどありがとうございました。はい、ありがとう、こんばんは。なおさん、バミスさん、こんばんは。5時とは何のことですか。カウントね。説明してくれとね。お魚さん、こんばんは。そう、今お魚さんがやるよるみたいに順番に半角で数字をやっていくだけで1個1ポイントで50までいける。50ポイントまでいける。うわ、いかないか。道だけ作っとこう。なんかおる。後ろからなんか来とる。あぶね。うわ。進むなぁ。ここの足場がなくなるとき、うわぁ、やばい。これ、ここなんかおるわ。うわー、やばいね、これ。後ろから来た。あー、これやばいな。こっち2人落ちてる？ 1人落ちてる。まだおるんか。そう、そやろうが。あ、まだおる、まだおる。待て。あー、こっちから入ってるな、これ。あれ入ってない？音がした気がした。終わらんのんだけど。一人落ちてるんよね、こっちね。
うわ、ダイナモンか、暴れてんな。うーわ、アイカッス、いやー、厄介だね。オールウェー、あー、撃てない、くっそ。あぶねえ。乗るか。4か、きついな。ナイス。あー、君も乗る。うわー、やーべー、くっそー、いやいやいや、いやいやいや、なんかきついなと思ったら一人落ちとったね。ああ、よう頑張った、よう頑張ったよ、うん、なるほどね。でもやっぱ止めるにはいいね、のばねをね。部屋変えるか。 OK。あ、T さんだ、こんばんは、種ありがとう。よいしょ。ナオさん、ほうほう、なるほど、そんなシステムが、ありがとうございます。バンビさん、イエイ、視聴者側も楽しめるのでいいですよね。ナオさん、はい、楽しいです、早速やってみます。へいあんこちゃん、 T ちゃん投げちゃえよさあ、行くぞ。さあ、どう行こうかな。そういう感じ。うわ、黒でっこ、サクサクパンダ美味しいよね。どうした、どうした、サクサクパンダ美味しいよね。うわ、ダイナモ、くっそー。んで、いいか、あぶねえ。うわ、びっくりした、しれーっと、しれーっと近づいてきたな。あ、上におる。オッケー、なんかここおるような気がしたけど、
ナイス。インクネーザン。あー危ない危ない。いや危なー。いや危なかったー。今無駄にさスプラッシュボム投げよったら危ねー。オッケー、いいね、いいね、いいね。よし、これは、あ、まあ、ダイナモ、ダイナモもでも結構おるね。さっきもおったよね。部屋変えたけど。よっしゃ。コメント。お、T さんが誰も投げてくれてる。ありがとう。あんこちゃん、サクサクパンダ美味しいよねってやつに T ちゃんがお笑いしてます。サクサクパンダ美味しいじゃん。投げちゃえ、投げちゃえ。おぉ、T さんが誰も100個投げた。ありがとう。おぉ。ここは、思わずスクショしちゃうよね、ここは。よいしょ。へい。よいしょ、オッケー。あー、行こう。行こうぜ。なあ、どういくかな。せいせい。あっこにブラスター系。うーわ、危な、あぶんな、やばいよ。あーローラー、あースピコラ。先回んないと無理なんだよね。え、もう一発か。あー、ギリギリだったな今の。しゃ、どこ、乗ってくれる、そこ塗って、あ、マジで、さて、いける、いくね。おっと、当たった。そして誰もいなくなった。あ、バカバカバカ。あー、ミスった。スピコ、スピコにやられる。あー、そこで、そこに一人おるんやね。あぶな、スーパーショットか、マジスーパーショットか、マジで。あれ何、カーボン、おっ、甘いわ、やれた。甘かった俺が。やられた。入ってきてるね、なんか入ってきてるんですよ。よいしょ。うわ、遠い、思いのほか遠い。あれはクライムだ。こっち
死んでると。待て待て。危ない。うわーっそ。やば、進んでる。止まった。オッケー。で。よいしょ。のーっとー。ああ。で。進まんな。乗りながら考えようかな。乗ったら結構先回ってくれるパターン、このステージ特にあるからね。あ、でも野羽おるからやばい。え、なんかおる？なんかラグかった？みんな先回って、先回ってあげて、あれ？ここ。うわぁ、こいつ3発なんだよな、なんか。なんか知んないけど。左からロラ、ロラコラじゃないわ。スピコラー。あ、乗ってないじゃん。やばい。あー。追いかけてますが。あ、終わる。終わった。カーブ乗ればよかったのにね、敵のチーム。オッケー。コメント、あんこちゃん投げちゃい、投げちゃい。なさん、T さんめっちゃポイポイしてる、すごい。あんこちゃんやりすぎ。じゃあ、行こう行こう。あ、こんな。お、ハート100個突破。あ、ありがとう。行くぜ。このまま行っていいかな。行こう。このまま行っちゃいましょう。ちょっと待ってよ。この画面の中を整理しとこう。OK。タンコちゃん、ハゲツルマメマメアタック。どういうこと？ツルピカハゲマルくんってあったよね、昔。そういえばさ、アベマ TV でさ、お坊ちゃまくん招待この前。懐かしいって思ってる。お坊ちゃまよ。お坊ちゃま。で、なんかさ、アベマ TV とか見よったらさ、コメント、も同時にそのテレビを、テレビってかアベマ TV を見てる人がコメントをこう書けるところがあるんよね。で、セイントセイヤをこの前見ながら仕事しよってで、あれ内容もそうだけどコメントやっぱ昔の漫画じゃけさ、ツッコミどころ満載なんよね。そのコメント欄でツッコんでるのと同時に見るのがすごく楽しいなと思った。面白いよね。なんかやっぱ普通のテレビとはちょっと違った感じだなと思って。まあ、ツイッターとかでさ、結構なんかそういうノリになるじゃん。あー危ね。うわ。なんか、あ、それっぽいなと思って。で、それが一つになったみたいな。面白い。来る？あ、やばいやばいやばい。うわー、シャーとか。なぁ、おるなぁ。うわ、やばい。危なっ。あー、逃げない。ちょうど止まった。オッケーオッケー。
と、ここまで来られると怖いけ、この下。やばい。あー、逃げれなかった。あっこにブラスターおるからな、結構怖いよね。倒したな。うわー、外した。一人めっちゃ裏から入っとるわ。地獄じゃん。オッケー。あ、一人向こうチーム一人サボってる。相当イラッとしてるだろうね。今大事な時よりで。なんか。うわ。ラピとか。マジか。あーやばい。あー。悪いとこ。危ない。ラピが嫌だな。インクねえわ。あー、ナイス。え、なんかおった今。仲間か。35の60か。うわ、届かなかった。くぅ。あ、先回りたい。あー、おー、危な。ラピ的な。うわ、あ、仲間がいった。いいね。よいしょ。あっこにラピか。ちょっと一旦これは一旦引いて、そっから一人来る。うわ、これ来るか。31やろ。あ、終わった。 OK。 なかなかいいね。ネジさん、ハロー。パソコンでサクサク種拾ってきたぜ。おお、ありがとう。こんばんは。アンコちゃん、お揃いダルマン。あ、どこだっけ。アンコちゃん、コメ分かりにくいな、ダルマかぶりで。アバターね。あ、お魚さんも種ありがとう。ぴょんさん、マー君さん、ガクさん、チャムさん、お、アリアさんだ、こんばんは。子猫さん、ケンプファーさん、ハッカさん、サトちゃんさん、ハナピーさん、ピザおかわりさん、フーライボーさん、レイさん、病院がよのヒロさん、こんばんは。よいしょ。
どう入るかな。こっちから入りたいんだけど、おるよね。いますよね。あー、ノバ、通常のノバか。乗る。あれはどう？進んでるね。あ、やば、あー、降りれんだったー。16カウントか。もう全然煽られても悔しくない。なぜなら俺たちの方がカウント進んでいるから。こっちに飛ぶ。よいしょ。ここにバケスロスパス人が危ない。ああ、あっちにスルッと行くかなと思ったらいかんかったな。結構予測打ちもさ、行き過ぎるとしない方が当たってたのにってパターンあるよね。うわ、うな、なんか追ったよさっき。うわ、びっくりした。うわ、危な、なんか追ったし。待て。あ、おる。どこにおるし、左にも多分カーボンがおった。あ、そう、ん？いや、普通のノバか。あ、先回らんでよろしい。あぶね。えい。おわ。はあ。ここかな。だめねえな。あぶんな。あースーパッショー、あと20秒か。あの上にノバ、あぶんね。やばい、動けん。うわ、動けん。16の55。
で回復ないね。乗れ乗れ、あー惜しい、やばやべ、3落ちだ、やばい、いやこれガチでやばい、ガチでやばい、割とガチめにやばいやつ、これ16だから、うわーマジで、いややばい、持ってかれた、くわーマジで、あまあ、やられた。あまあ、そう。向こうのなんか19気流の人がめっちゃ頑張ってるのか。なるほどね。よいしょ。でも、矢倉は本当。あれだね、ほんと止めんといけんとこ止めれるかどうかよね、そこだよ、止めれんかったパターンだったな今ね。ネジさん当たったわい、あーあれアバター、おーおめでとう、てか女の子アバかえイカ忍者さんこんばんは。ネジさんこっちの方が言うな、アバター、うん、ってか忍者さん、ナオさんさんスプラ頑張って、俺ナオ吉ねつかんさんの向けん方のお疲れ様。あインクないんですよね、インクないんですよね。あれ誰か言ってくれるっしょ。うわ。取った、ナイス。あ、これ進む後ろに、あーやば、下行っちゃったよ。間違えた。ヤグレに飛びたかった。よいしょ。あ、29か、これはでもなんかあんまりこう戦いに食い込めんかったな今。うわっ、いっか、止めた、地面に塗っとかんと怖いよね。おっと、なんか遅いな表示が。あの一人向こう側行っとる人も一緒にこっち来ればいいのにな。危ない、え、なに、おかしくない、超ラグい気がするんだけど、よいしょ、そう、あーあれダイオイカだ、あーやばいやばい、後ろやばい、後ろやばい、進むのも遅いよね。単発か。小さいバリアが一応あったのか。なんかあのボールドだけラブい気がする。うわやば。
起きたか。よいしょ。うわやば、うわー、当たるか。52ね、52でイカ忍者とか。65か。これちょっと防御しっかりしときたい。おっしゃあ、危ねえ、やばい、受け、えい、おお、あの避けれたのは良かったな。超危ねえわ。はあ、コメントネイジさん、バケツやらしいな、やらしいや。うん、強いよね、バケツ強い人って。いや、危ねえ。まあまあやな、まあまあですな。よし、どこだっけ。あー、ラグい。つらったんとかで、ネイジさん、興味のノリ意識高いねんね。ネイジさん、ラグいな。やっぱラグいよね。あのシャープ怖い曲者、シールド馬。イカ忍者さん、今勝ちましたけど、ラグすぎ。じわっと動く役だ。ラグいよね。若干ね。じゃあ行こうか。ショッツルの役だ。よし、行こう。あ、違うとこ見とった。違う人が自分だと思っとった。おっし、オッケー。チャンか。倒して。あ、くそ、あれを引きながら撃つべきだったね。
おうんかい、ナイス。うわあ、あー、今の行きたかったな。うわ、近い。お、あれで俺を倒す3スコもすごいけどね、あの距離で。ん、なんか上がった。うーわ、バケツマンってバケツマンってバケツ使ってねえよ。あ、やば、あ、変なとこ飛び出しちゃったよ。あやごり。俺の、あ、あ、やばい、くっそ。スーパーショー、うわ、これちょっと怖いな。怖いぞ。おお、あ、バカバカバカ。うわ、危なっ。インクない。うわ、38の9か。しかしまあ、上にカーボンかなんかおるよね。ナイス。うん、いいね、乗ろうか。ナイス。おっと、そこにチャーがおる。こっちが怖いんだけど、こっちの闇が。おお、オッケー。いやー、いいね、なかなかですよ。うん、なかなかいいっすよ。あんまり切るには繋がってないけど、うん、あのこう勝ちに繋がる場面に絡められたかどうかよね、大事なのはね。よいしょ。エネジーさん、カーボンも速かったな。ね、マスターショット3スコ強い。あれすごかったね。あんな角度でよう当てるなって思った。しかも一発で倒そうと思ったら溜めてないといけんしね。あれはなんか、A も見さしてもろたで。あれは A も見さしてもろたで。よし、行く。行こう。な、こっちから行くよ。よいしょ。うーん、わー、ナイス。なんか入ってる？ここ怖いんだけど。怖いんですよ。あ、乗ってくれる。あ、さっきのチャーだ。あー、あー、ギリ。
危な。あれで倒せるけ、それらのバネは強いよね。あれで爆風が当たるっていうのが、うわあ、危ねえ、危ねえってかやられてるけど、オッケー。このバケツマンはなかなかやりよるで、ここが濡れてないのが怖い。ちょっと塗ってほしいな。潜んでないよね、大丈夫よね。あ、ちょっとこれ、ちょっとこれ、ちょっとこれ、ちょっと待って。あー、ちょっとぬかるんだな。PC か。PC か。乗るね、乗るね。あぶね、いけてる、乗ろうか。あー、いけん、逃した。あ、ガンガン行くね、ガンガン行くわ。あ、これガンガン行くやつだわ。お、あぶね、PC が何気にやべえな。えい。えいっていうか、うん。うん。仲間か俺が倒せるやつだったね、今のは。OK。コメント。あんこちゃん、A も見させてもろたでって何で2回言うたん。A も見させてもろたけや。A も見させてもろたでーよ。もよ、もろたでーよ。お、50キロ上がってきたね。バケツマンが継続。バケツマンという名のチャージャー。サンスコね。強いよね。ネジさん、いい乗り意識。ね、ナオさん、チャが乗ってくれるの嬉しいですね。珍しい。ネジさん、チャ強いのと思ってた。アンコちゃん、ほんまかいそうじゃないかったな。よし、行こうぜ。あー、敵になった。よいしょ。ちょっと怖いな、ちょっと怖いんですよね。あ、仲間か。あれチャー、チャーだな。あれバケツマンだな。バケツマンそこだな。ちょっと待って、ちょっと一旦、チャーがそっちに、もうこれはもう後ろ見とれんわ、見とられませんわ。あぶな、あぶね、あー死んだ。くっそ、全滅だけしないようにね、全滅だけしないようにしよう。あ、やば、全滅だけしないようにね。あー、まあいいや、これ歩こう。どうせ後ろから追いかけても同じようなとこにたどり着くわ。怖っ怖っ。あ、やばいやばい、危ねえ、2枚抜きされるとこだった今。いるでしょう。あれは仲間を信じる。
大丈夫ね。びっくりした。これはいった。おお、いいね。ふう。オッケー。いや、いいね。ネイジさん、バケツマンとかデュエマかな。デュエマ？デュエマってなんだっけ。ネイジさん、ナイスアシスト、どうも。よいしょ。いや、好調好調。S63 か。よろしいですね。ショッツルダン、今のうちいいね。このまま行こう。なおさん、やっぱノバですね。ね。相当やりやすい。ショッツルが足場奪われたらきついけどね。今んとこそういう状況になってないけ、なんとかいけとるけど。そう、いいでしょう。おお、待って。うわ、起きた。防御済みか。止まるな。ん？倒したのか。あ、待て。待て。あ、当たらんか。そう。悪いとこか。72。うわ、危ね。あ、そういう感じ。先回っ、あぶね。よし。このスプラッシュボム必須だよね、本当に。もうダメって判断したら、もう倒すというよりボムを置く。よし。いけん。あー、ミスったな。今のはミスったな。いやうっそー。うわー、切ったよ。30。危な。そこに配下すか。一旦引こう。何？あー、いけ。そう、気づいとったんだけどな。やられた。70の30か。なかなかやな。
うわ、やばい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 。これ、排ガス先にやらんと無理だけど、とりあえずバリアがあるんだよね。あれ、抱え落ちさせんと無理だね。まじか。バリア使ったの、今。短いね、バリア。よし、道連れや道連れやで危ない危ない。お、終わる。オッケーていうか俺ボムでしか倒してないよねボムがメインみたいになってる。これあ、バレてるわ。またね。よいしょ。いやー、どうなん。それ降りっちゃまずい。まあでも、どっちみちやられたらすぐか。いやトネジさん、関係の全く熱に今日遊びすぎたけん眠いスクショまでおらんかったけど、おつです。お疲れ様。まあ、ほんと、変な時間帯にやっとるからね、今ね。無理のないように。よいしょ。ここでスクショ1枚取っとこう。ちょこちょこ取っとるけんね。よし、行こっか。どうかな。ショッツ力 S58。 連勝していきたいね。行こう行こう。これはちょっと真正面から行った。危ねえ。倒した。マジで。くそ。よいしょ。危な。うわ、逃がねよっか。うわ、よし、進んどる。オッケー。そして飛ぶ。
あ、いけ。おっと、いけるか。うわうわ。あっくんな。あー、取らんかった。47。これはちょっと歩いとこうか。うわ、待って。あー、47って結構浅いよね。あぶねー、あーやばっ。おい、39全落ちてるよ。乗って乗って、うーん、よいしょ。終わった。うーん、お、3落ち。うわ、止まらんか。ナイス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 。やばい。ガンガン乗るね、チャージャーが。あ、ナイス。いいよ。全然乗るよ。全然乗るで。なかなかいいわ。うん。いや、こっちチーム全員10キロ以上いっとる。いいね。よし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 。あ、じゃあちょっとここで一回入り直そうか。1時間経っとるね。ちょっと入り直そう。うん。じゃあそのままお待ちを。入り直しまーす。
よし、いけたかな、いけるか、 OK 出たね、うん OK、 あなるほどね、ストリームキーもちゃんと変えんとダメなんだね、うわっていうことはちょっと手間かかるねなるほどね、うん了解、よくわかった、うん、あのね、この今このなんていうかな、外部エンコーダーっていうの使っとるけ、配信 URL っていうのとストリームキーっていうのを打ち込まんといけんのんだけど、あの配信のたびにこちらの URL 変更してくださいって書いてあって、でそのまま一回止めて配信し直してもいけるんかなとかと思ってちょっとやってみたんよ、ダメだったね。でストリームキーが頻繁に更新されるんだろうね、なので、うん分かった、
いけたかな。いけた、いけたっぽいね。あー、もうあんまいらんことせんとこっか。ほんま、あのね、配信 URL とストリームキーっていうのを打ち込まんといけんのよ、この外部、エンコーダー使ってるから。で、あの一回切った時になんかすごい読み込みがすげえガーってなって、で次入力した時にさっき1回目そのまんまの配信 URL とストリームキーを入力したらいけれんくて、で更新してやったら最初一瞬ついたと思うんだけどね、一瞬ついて、あ、いけるわと思ってプレイしよったらなんかいかれんかったっていうなぜかいかれんかったっていう、なんかようわからんね。なんかあんまこういうことに神経使いたくないよね慣れなんだろうけど、もうプレイに集中しよう。よいしょ。今大丈夫なのかな？今普通に映ってる？俺のモニターの方では大丈夫だけど。大丈夫になったとか何もないけど今大丈夫かな、これ。俺だけついてんの？あ、見えた？オッケー。あ、びっくりした。俺ずっとなんも、だいぶ何も言わんけ、またなんか変なんなったのかと思った今。さっき一応スタートしたときに、うわ、一応確認した、映ったなっていうのを確認しとったんだけどね、映っとってプレイしよったら消えとったよ。なんか、ようわからんわ。あ、おるわ。おっ。あー、あ、おるか。うん、うわーわー、なんか調子悪くなってきたな。いけんいけん、集中集中。あ、終わるわ。うん、なんかあんまこういうシステム的なことでなんかストレス溜めたくないよねほんまに。やっぱ外部エンコーダー使っとるけさ、なんかよくわからん不具合とかさ出たりすることあるんよ。でも俺が まず理解できてないっていうのもあるし、うん、もうちょっとあんまり1時間ごとに切ったりとかせんとこうかな。アーカイブもあるけあるしね、うん、またものすごい人が増えてきたらその時考えよう、うん、そうしよう、見れました、すりました、映りました、どうも。木の実がまた止まってる。5時カウント OK、 ありがとう。おー、バミさんとアンコちゃん、タネありがとう。ナオさんカウントありがとう。どうしよっかな。ショッツルの矢倉か。ダイナモも足場作るっていう意味ではいいよね。集中したい。うーわー、ロンカスとか。もう一匹。
その辺、この辺で止めとかんともうきつくなってくるよな。あ、来なかった。一緒におるな。さあ。射程距離的に。くっそー、集中力途切れとんな。やっぱ全然ダメだ。よいしょ。こういう時は突っ込まずに広く見る。あ、おるね。うわー、近い。ここ守っとかんと無理なかったな、今。うわー、むずっ。あくね。くそー、ロンカスか。74-47。まだ深く入られてはないんだけどね。うわぁ、いけんな。ちょっと武器変えよう。いけん。一回集中力途切れたらもうなんかダメだね。あそこにおる。74-47、 OK。マックスか。あ、ナイス。やばい。うわー、あともう一発。あー、やばい。あー、マジか。くっそー。コメントイカ忍者さん、いつも一日何時間くらいしか寝てませんか。わかんない。日によって全然違う。なおさん楽しいです。アカウントありがとう。準備変えよう。
じゃあそうだな、ちょっと制圧力のことも考えてバンドでちょっと行ってみようかな。使って全く使えんかったら帰るわ。この組み合わせだったらそんなに射程距離ある武器じゃなくても基本的には OK だよね。行ってみようぜ。まずまっすぐ行く。あぶな。こんにちはか。そう。ね、これもう俺が向こう抜けていった血の足は奪ってっていう感じでいきたいな。あ、やばい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 。インクないんよ。危ない。ああ。あ、でも進んでるね。いや、まあ、櫓と思うか。ちょっとでもとりあえず進めんと。ああナイス。うわー、スパショ。よう飛んできるなあ。うわあ、ちょっと、いけん。いざという時のためにあらかじめ準備だけしときたい。よいしょ。うん、オッケー。あ、これ1本線入れとくだけでだいぶ違うけんね。無難な場所が待ってきた。うわー、ロンカスやだね。あー、そっちか。向こう側にどうにか抜けたいんだけどね。うわー、最悪。こういう時にね、ここ塗っとくと楽だよね。うわー、倒せんかった。くっそー。
あっち側で暴れておけばね、だいぶヘイト稼げるんだけどね。抜けれんかったな。スーパーショット。うまいこといかんな。やばい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 。結構必戦やばいね、食らうね。あ、届かんわ。なるほど。あー、なるほどね。いやコメント、ナオさんさすがチェスうまいです。なかなか向こう行かれんかったな。あっちで暴れたかったんだけどね。やっぱこうの宿命だけどさ、ノバネオで行った時にどうしてもロンカスとか邪魔じゃん。で塗りと射程距離欲しいなと思ったらやっぱね、これ使いたくなるけど、どうしようかな。あ、でも結局一周してノバネオになるんだと思うけど、あ、ちょっと一回でもカーボン使っとこう。どれでいこうか。万全手術のこれのこれでいいか。オッケー、素早さ重視。イカ忍者さん、カウントってどうやるんですか？半角で数字を1決定、2決定ってやっていきます。で、50までいったら、OK。ハマるの直吉さんの生放送だからだな。やっと。よっしゃ、行こう。カーボンいけるかな。うわー、最悪。うわっ、あ、来るね。あ、上からおるわ。まただこいつ、うっとうしいよ。あー、暴れてる。うわー、いや、これ飛べないよな。え？
うわあ、いけん。しかもあいつダメだな、黒猫だから台を貯めてる。か、これ真正面から行ってもきついよね。マジで？うわ。入られそう。大丈夫？大丈夫？これ横側面塗っときたい。あんなギリギリまで耐えれるよね、すごいよな。ん？大丈夫？おっと、うわー怖えー。はあ、やばいやばい。イカ忍者さん、あ、動きが似てる。いや、いろんな人の動画見てるよ。その人も多分見てるとは思う。うん。でも俺カーボンメインじゃないからね。でもその人だったらあれよね、よくあっちから入るよね。あ、こ、さ、こっちから見て、右側の何風車みたいな回して、左のあっこ飛んで、あっちから入るよね。うん、似とるかな。上手い人のアミントね、見るだけで勉強になるよね。なおさん、直吉さんの安全グッズギア欲しいです。おう。あ、これ使いやすいね。基本的にイカ速欲しいけさ。よいしょ。でもまあ、同じような動きにはなっていくと思う。突き詰めれば、結局、勝てる動きって限られてくるよね。俺じゃないんか、俺じゃないのか。
うわぁ、マジで？マジで？うぅ、倒せんかった。やば。おいおい、くっそ、あ、でも止まってるね。あーと、あぶねえ、あぶねえ、うわー、この影に、あ、どうなんか、あ、危ない、インクがない。一旦戻る。危ない、怖い怖い。危ない、あー、くそ、あーと58は70か、これちょっと急がんとやばいね。あー、バレたな。うわ、倒せんかった。あぶねえ、超あぶねえ。あー、集中した。なるほどな。わあ、やばいやばい。あ、まあ、でもあんだけ動いて10キルだけどね。やっぱ違うんよな。ノバネオの10キルとカーボンの10キルは違うよな。まあ、でも、ノバネオ相手にしとってもやっぱ早いけさ、いいよね。動きやすいけ、いいよ。うん。
いかにちさん、直吉さん、何回ガチャ、回して手に入ったんですか。わからん。結構前から持ってるんよ。俺、結構ステージャンばっかりやるじゃん。じゃあ今日安全シューズ、この前からシューターの練習しようだけどさ、それまで全然使ってなかったけど、うん。前からあった。で、いつ手に入れたとかも覚えてないね。どんくらい回したとか。結構すんなり手に入ったと思うんだけど、覚えてないっていうことは。なんか意識して作ろうと思って作ったわけじゃないけどさ。これは。あぶねえ。うわぁ、前出るべきだったな、今の。あ、ナイス。あの影に隠れたの。ナイス。んで、危ない。ああ危ない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 。うわーやば。さあ。やば。あ、そっちに戻るんかい。待って。マジか。さあ。打ち損じたな。あ、おったおったおった。あ、ミスった。あー、くっそ。あーんと、しゃ、あぶねー。うわぁ、こいつ。いやぁ、77の58。うまいこと見つからんように入っていかんと、真正面から行っても無理だもんね。ああ、止まってんのか。もうちょっと進めときたいよね、これは。ナイス。みんな乗る、めっちゃ乗り率高い。うわ、危ねえ。
やば。いやあんま今回あれだね、やばいな。ちょっとこれ最後止めれるか。おお危なー。コメント、なおさん今の直吉さん輝いてた、ありがとう。いかにじゃさん、これでだるま400個突破。おお、ありがとう。なおさん、僕もだるまぽいぽいしたい。明日から学校ラウンド打ちます。とても楽しかったです。ありがとうございます。最後まで言いたかったけど。はい、ありがとう。もうすごく遅い時間なんでね。うん。いやでも3時、うん、そうだね。俺ももうちょいしたら終わろうかなと思っとる。よいしょ。ねえ、ちょっと武器変えよう。北斎フューとかどうなんかな。結果止めるのはノバネオが、攻めるならカーボンで止めるならノバネオがいいような感じあるよね。また北斎フューの居場所を見つけんといけんな。やっぱガンガンいけるメリットを取るか。おっしゃ。よっぽどいい立ち回りできるんだったらね、さっきみたいな感じでいいけどさ。コメント。なおさん、充電が持つ限りずっとつけておきます。ありがとう。いか忍者さん、僕も明日学校など落ちます。お疲れ様でした。お疲れ様。最後にだるま100泣きております。ありがとう。さあスクショ取っとこじゃあ3時くらいに俺も終わろうかな。もう月末じゃね、27日になったけ、明日で2月が終わりか。早いね。あっこにもなんかおるんだよね。ちょっと動けるようにしとかんと怖いね。うわー、どうしようかなこれ。あーうわーやばいな。あー倒せんかった、やばいこれ。うわあ、これやばいわ。マジか。そう。ちょっと武器変えようかな。イカ忍者さん、僕も充電が持つ鍵つけておきます。お疲れ様。はい、ありがとう。お疲れ様。やられた。一瞬で終わった。ヤグラにも乗りやすくて、ゾンビギアで行って、そこそこ立ち回れる武器。ヤグラにも乗りやすいもの。スプラローラーとかどうかな？スプラ
ローラーで行こうかな。OK。これだったら攻撃つまんでも、まあそこそこね、バシッと、いけるっけ。いければいいなぁ。よっしゃ。この振り下ろすタイミングになれんといけんな。ダイナモか。うわー、きついなー。近寄れんのよな。なるほど。うわぁ、うっそ。やば。うわぁ、まずい。早いなぁ。よいしょ。やばい。あ、当たらんか。ダイナモ邪魔だね。うわぁ、しくじった。うわぁ、やばい。うわぁ、ここ押さえ込まれたらきついなぁ。あ、そこ乗る。うわぁ、裏から入ってもさ、あっこまでたどり着けないんだよねこれ。本当に。マジで？うわ、意外と届く。あの辺の射程距離をしっかり把握できれば結構いいかもね。あ、やばい、終わる。あー、マジか。そうですか。ここはもう塗り固められるときついな。塗り固められてしまう前にどうにかせんといけんのと、塗り固められたときに打開策がね、バリアか、まあ、せめてスーパーショーとか、遠くまで届くもの、もしくは強引に行けるものをスペシャルに持つか、メインの武器の射程距離が長いかがいいか。ちょっとこれ全然使えんかもしれんけど、使っていい？
最近ね、何プラベの時とかにさ、俺シューター全く使いこなせんけんさ、練習しよって、でめっちゃ足速くなるじゃん、これ面白いなと思って。でしかも一貫もあるし、ポイ戦もあるけ、塗られとってもあれよ、ポイ戦でね探り入れながら塗っていけると。これはなかなか、多分どう立ち回るかなんだよね、矢倉で。ちゃうもんね。あ、まずは大王貯めながら塗りながら。うわ、危なっ。見えない。当たってんだ。あー、いけ。大王がね、普段から使ってないけど全然使えんのよ。あれパッとね、パッといかんいけんのよ。34、ちょっとこっちの抜け道だけ作っとく。あ、なんか落ちない今。あー、ポイセン投げるべきだったな今。なんか折ったの分かったのにな。あ、ここに来たね。うっそ、こいつは、そう、近づけねえんだよな。わあ、ああ、これあっという間にいかれるね。もうパンチはないわ。うわ、うわー、止まらん、止まった。うわ、危ねえ。あ、ナイス。34、24。危などんだけ使いこなせないかよね、本当に。危ない。くそ。これでも使えるようになったら絶対強いよね。と思いながら未だによう使えんのんだけどさ。カウント進めるような行動したいな。うわぁ、あのさ、やだね。あっこ倒しに行こうと思ったら、歩いては上がれないよね。上がれないもんね、ここ。あー、もう
こう38秒こっちから飛び込んでもやばいもんな。あ、ここに来たか。マジで？あ、あった。やばい。終わった。ああ、じゃあ、ああ、もう3時になったな。ああ、もうステージ変わるけど、これで終わりにしよう。じゃもうちょっと使える武器使えばよかったの、3時くらい。ああ、なるほどね。ちょっとシューターは引き続き練習するよ。今んとこやっぱノバネオだな。でもノバネオもなんかちょっと使ってなんかのきっかけで集中力切れたらもうなんか全然使えなくなるよね。不思議なもので、あれ何なんだろうな。さっきまであんなにいけとったじゃんみたいな。なるけな。いけん。よいしょ。だけ複数使える武器を作っておきたいね。よっしゃ。んじゃあちょっと最後、スクショだけ撮って終わろうかなと。よっしゃ。いやーよ、遊んだで。本当に。あ、この時間帯からエリアか。よっしゃ。どこだっけ。なおさん、結局起きてちゃった。お疲れです。夜遅くまで。あ、みんな寝ちゃったかな。あんこちゃん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。よし、じゃあ、ちょっと最後にスクショだけ撮って、終わろうかなと思いますよ。よいしょ。OK。撮ったよ。うん、でこれね、ツイッターにアップしておきます。で、ツイッター、ショールームフォロー、YouTube チャンネル登録とかね、ぜひ、まだの方はよろしくお願いします。深夜とか、夕方15時とかから生配信、だいたいやってるんで、まあ、またよかったらよろしくお願いします。ショールームで、フォローしていただければ通知がいくと思いますので、はい、そんくらいか。で、イベントは、現在4位キープですね。ありがとうございます。で、レベル22。もう、もうちょっとでもないか。あと4000ポイントでレベルが上がるんか。レベルはまああれよね。まあ、結果順位がどうかっていうところだからね。よし。まあでも本当、今日もね、伸びできてよかったよ。なんか YouTube でやっとった時に結構なんかねバタバタしよったけどさ、あんこちゃんタネありがとう。リキュなんて読むんだろう。リキューヤングさんもタネありがとう。あったね。よし、そんな感じ。じゃっけ、まあ、またね、ちょっとまったり、もう普通にひたすら楽しむ、もうタイトルの通りですね。スプラトゥーンひたすら楽しむのとなってますんで。ちょっとほんと慣れてきたらね、マイクラとかもやりたいと思うけど、当面は多分スプラでずっとやると思う。うん。よし、じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございます。